高橋くんはエイペックスの選手復帰しないのって二度と選手はやらねえっつったら嫌なことでもあったのって言われた。嫌なことしかねえよって嫌なことっていうかまあそのメンタル的に大変よ。それでも他のあれもそうじゃない、別にプロゲーマーに限ったことじゃなくない、そのスポーツでもそうじゃない、すごいなんか大変なトレーニングとかさ、コーチとかにすげえガミガミ怒られながらやるでしょ。でもそれはその大会にやっぱ勝ったりとかさ、まあ、プロだったらもうそのままやっぱお給料とかもらったりとかさ、スポンサーがついてたりとかさ、まあお仕事だからさやるわけだって、プロゲーマーも一緒でしょ。でもなんかお仕事だからプロゲーマー続けるみたいな感じののさすがに無理だと思うわ。さすがに無理っていうかやっぱ甘くないと思うわ。どの世界もそうじゃない、 そのスポーツが好きでやり続けた延長線にプロゲーマーとかさプロスポーツ選手があるんじゃない、なんかそうじゃない、甲子園とかもそうじゃない、野球とか、野球がやっぱ好きでさやり込んでさやり続けた延長線上になんかスカウトとかでプロになる、なるじゃん。やっぱ好きじゃないとさやり続けれないし向上心ないから。野球はちょっとさ俺わかんないからあれだけど、ゲームに関してはさやっぱアップデートとかさ、なんだろう、そのメタってのがやっぱあるじゃん、どのゲームの。やっぱ好きじゃないと追っていけないっていうか、その知識とか何でもいいんだけどさ、なんかやっぱ好きな人ってゲームしてない時もゲームの動画見たりとかさ、上手い人の動画見たりとかさ、もう無限大に知識つけてくじゃん、別にプロゲーマーじゃなくても。まあ、差は開く一方だし、まあでも俺は普通にストリーマーとしてワイワイキャッキャドラやってた方が楽しいというか、俺はもうそういう年でもないからさ、なんかこう日々練習しながら耐え続けて大会に出るみたいな。あでもね、なんかやっぱりプロゲーマーのさ集団とかさ、なんかこう5対5の FPS とかってさ、大体みんな若い人たち集まってくるじゃん。昔はさ20歳前後の人たちだったかもしれないけど、今ってもっと若くてさ中学生とかさ高校生とかが集まったりするんじゃんね。やっぱそういう人たちってすげえ素質はあってセンスもあるんだけど、やっぱとんがってる人たちも多くて、若いからなんだろうな、そのお互いにその連携とかでさちょっと良くなかった部分とか指摘しちゃうときに、やっぱ言葉がねなんかきつかったりとかさ、なんだろうな、思いやりとか抜きで本当にゲームのことだけ考えたらちょっとこう尖ったような感じになっちゃうっていうのがすげえあるんだよ、あると思うから。昔はさなんかプロチームとかそもそもなかったしさ、コーチとかいう存在もなかったし、アナリストもいなかったからあれなんだけど、まあ、そういう部分はやっぱりコーチがいたらいいなって思うな。難しいね、そこら辺の距離感が。あんまり相手のこと気遣って言わなかったりままだとチーム強くならないし、言いすぎるとってなっちゃうから、やっぱりコーチの存在はすごい大事だと思う。俺は逆だね、俺は尖ってたんじゃなくて相手に別に言わなかった、逆にチームとして一番いらない存在かもしれない、言わなかった、揉めたくなかったから言わなかった。でもチームとして良くないと思う、俺は言わないのもダメだと思う、プロチームとしてやってるんだったら。だからそこら辺の距離感は難しいっていうか、コーチがいるんだったら角が立たないからいいと思うんだけど、選手間でやっちゃうと角立っちゃうから
コーチってやっぱ必要なんだなって思うわ。間挟むっていうかね、うん、思うところはあった。まあデトネーターの反省会的な意味で言うと、まあみんなも知ってるっしょ。なんかもうなんか1時間か2時間くらい続いちゃうっていうあったんで、まあ、ちょっとうちの場合はまたちょっと特殊なんじゃないですかね。まあでも俺完全にもう身を引こうと思ってたしね。あのストリーマーとかも別にならないでもう退こうと思ってたけどね。あのオーバーウォッチの DPS やらないって言われて、いやちょっと1週間くらい時間くんねっつって、自分なりにちょっとオーバーウォッチの DPS 使ってみたけど、 DPS ってさもうどっちも使えなきゃいけないじゃん。速着もさ、フランカーっていうかそのゲンジとかもさ、やってみたけどセンスなくて、自分なりに使ってみたけどもうセンスなくてもうやめろわっつって、もうやらねっつって、ネルさんに言われたの確か覚えてんな。ちょっとやってみてくんないって言われて、なんか押されたんだけど、いやちょっと時間くんないっつって、センスねえわってやめた。ヒットスキャン、あ、まあ、特殊だよね、オーバーウォッチって。ストリーマーしてなかったら何してた？配信は多分してそう。普通に。まあ、するつもりではあった。普通にストリーマーじゃなくても、なんか普通にゲームは好きというか、配信してゲームするの好きだから、ゲームはしてただろうけど、なんだろうね。なんかまたどっかゲーム会社かどっか行ってたんじゃない？わかんないけど。わかんねえ。でも俺もしかしたら、やめてたら、岩手帰ってさ、岩手でちょっと俺、プロチーム、作ろうっつって。岩手アスパラファイターズとかって名前で、やってたかもしんない。JA にちょっとスポンサーしてもらって、プロチームで JA スポンサーしてるとこ、いないっしょ。東京の、さ、秋葉原とかの会場、農機具のトラクターで入場してるから。ガガガガガガガッスパイキーやでココココココッつキャラ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 つってキャタピラなやつ分からしちゃっかな。岩手から高速でトラクターで行くかな、上京して。アイラスさん、指揮コード安倍晋三さん、5ヶ月目孤独、アルティメットティンポさん、100チェア、ありがとうございます。出た、今日も生きてたか、アルチン。よし、よくやった。明日は待ってる。